そう、その小学生ぐらいかな、仲良かった子がいたんですけど、うん、そう仲良くって、うん、まあ時は経ち中学校2年生になるんですけど、うん、私こう見えてどう見えてるか分かんないですけど気持ちを伝えられない女子多くて女子なのね、はい、だからずっと思いを伝えられず友達のままでいいやと思ってずっと封印してたんですよ。あもう胸が甘酸っぱい。動機がそうなの。その子には彼女ができたりとか、早いよね。できたの？できたりとか、でも別れたりとかして、別れたら私なのかなとか思ったりしてたけど、次は私かなってちょっと、そんなこともなく思ってたのに、なんと彼が転校しちゃうんですよ。切な気持ちは伝えてない。フェイスブックとか探してみたらさ、フェイスブック意外とやってるかもしれない。探したら案外出てくるかもしれないわ。でももうだいぶ時が経ってるから、うん、綺麗な思い出のままにしておきたいですよね。やっぱりね。でも絶対お相手はアイアイ見つけてると思うよ。そうでしょ。だってこんな有名になっちゃってるもんだって。確かに。その時の気づいてるかな。幼馴染が。じゃあ見てほしくないこの番組。じゃあ見てほしくないよ。確かに。アイアイの幼馴染さんもしこの番組を見ていたら、いいです。BS 日テレさんまでご連絡お願いします。やめてください。